さあ挑戦を受けた松本の表情、はい、トップ争いはこの2人になるのかどうか。第4局ドラマ論争、親番岡田です。さあ岡田はこの試合序盤からたびたびいいハイパイが入っていましたが、今回はちょっと苦しいか、タイヤをメインになりますかね。ただ岡田さんとしては、早く上がりに来る人が松本さんしかいないんですよね。ああそうですね、はい、チーム状況的にも二階堂さんと大吾さんは結構やっぱりチャックアップ狙ってくるんで、で着順アップを狙うにはそこそこの打点が必要ですね、はい、打点が必要ですね。さあ現在、松本の手が非常にドライいいシャンテンです、はい。現在1番手松本39,300点、2番手が二階堂亜希31,800、その差が7,500、満貫値上がりの条件となります。大子は3番手26,700点、2着に上がるまでは5,100点で、トップ取るまで12,600、はい、ハネマンツモですか。まあ現実的には2着取りですよね。そうなりそうですね。いやーチーム3連勝、個人3連勝、フェニックスは今日期待していましたが、岡田さんは大子さんの手配で状況だったらどうするの？どっち狙うの？まず飯津も初ちゃんと裏1、マンツモまでしか見ないんで、やっぱり2着狙いになっちゃいますね。結構現実的だね。現実的で諦めむっちゃ早いんですよ。諦め早い。ウッパンピンリーチ打った人とは思えない、はい、チーム状況の方僕は発音してますから。あ、3着 OK と。3着 OK。 マジか。チーム状況あるからしぶしぶ2着まで狙うかぐらいの感じ。しぶしぶ、はい、へえ、そうなんですね。さあ初出ました。いいよ、でも結構ラスはなりづらいですよね。ラスはなりづらいんですけど、ね、でも確実に3着いっちゃうってことですね。3着にいっちゃうんですよね、はい、それは意外でしたね、はい、だいぶ意外やと思います。僕の打ち方でしたらさあ大吾は何を狙うか、どこに打点を求めるかですね、はい、二階堂さんの立場だったらではどうしますか。これは狙います、はい、これは狙いますね。もう三着落ちは関係ないと、はい、ここは狙うんですね。狙いますね。やっぱそこはトップと二着の差と二着三着の差を考えてね、はい、そうですね。でも、はい、8000点の出上がりは多分上がっちゃいますね。まあそれはね、はい、8000点のハイ打ってくるような人はやっぱり8000点は OK になってるんです。 OK じゃない時とかだったら、はい、でもやっぱり8000は、はい、でも漫画出上がりでも上がっちゃいますね、うん、これ松本さんチーソーとかどうしますかね。チーソーチーしてタイヤ変換、タイヤ変換は間違いなくね、はい、やりたいですよね。やっぱりドラそばでネックですからね、うん、まあ逆にリャンキー引いたら感知層リーチ行きますかね。いや行かないですかね。さすがにリーチすると大吾の跳ねマン出上がり条件というのが生まれますね。生まれますからね。ただなんかそのラス前のあそこで開けた最後二階堂さんのリーチに対して押したって見ると、うん、今日は結構なんかもう狙ってるパターンなんで、ね、まあ、これでねやめて聞きますけど、はい、まあ、積極的にリーチしてリードを広げに行くっていうのも松本のスタイルではありますよね、はい、おっと難しいですね。難しい、めちゃくちゃ難しいな。チートイツネーション店で行きましたね。あ、はい、行きました、はい、まあ、ちょっと羽間見えますもんね。羽間いらないんですけど、あ、まあ、どっから仕掛けても OK ですもんね、はい、ドラが重なった松本。これは泣かない泣かない泣いても、うん、ちょっと泣きづらい形、そうでもないか、いいスピンで泣きますか、いいスピンで泣いてても全然、うんうん、まあ泣いてしまうと条件がバレてるだけに次の2枚目が動けないってことですね、うん、2つ目泣かせてもらえないかなという感じ、はい、それでも岡田さんの、下茶なんで動くって人も多いと思いますね、そうですね、うん、岡田はあまり絞ってる場合ではないという立場ですからね、はい、チューンは3枚切れ、お、何の方からってことはもうチーン1本ですか、はい、テンパイ、リャンウーマン、ね、岡田にテンパイです。リャンウーマン親番つなぐか、リャンウーマン手の内に4枚、場に
2枚で山に残り2枚。大吾さんがまだ打点足りない。そうですね、はい、うん、さあ一上がりなるか岡田、うん、来た。苦しいとこが入りましたね。まだ天敗ではありません、はいですね、秋が鎮逸のいいシャンテンまで来ました。ただチーピンがネックですね、うん、チーピンネックですね、はい、まあ、2つ目泣けなくなるからというお話がありました。もう次1個泣けば天敗ですから、まあすね、次は泣きますよね、はい、次は泣きます。これは泣いても天敗ではない。キャンピモンかな。意外にネックな牌多いですかね。これでパピニャンパピ、うん、さあ第5の手はどうなってますか。松本はまだ天敗。ヤンピはポンだ、うん、C もあるのか。 C は天敗にならないですね。ならないですね。ポンポンしてポンしてどれに取るか。パピンですか。パピンですね。さあ、これで秋にサブロー9ピン待ちの天敗が入りました。鎮逸上がれば逆転トップ。ちょっと9ピンがね2切れじゃなくて1切れぐらいだと自信持ってポンなんでしょうけど、それがちょっと悩んだ理由ですか、はい、ただ岡田さんの現物にあるんで岡田さんは確実に打ってきますよね。確かに。これはね、あ、ポンだ。リャンウーピン。ドラを泣いて、ポンされてるリャンピンだ。リャンウーピンの天敗、リャンピンは秋に。あー、松本さんも9ピン、ローピンもきついね。はい。結構危ないですね。リャンウーマンはどうなっちゃったの。リャンウーマンはそのまんま。1枚のままですか、うん、1枚のまま。そう。おー強い最後大きな上がりで決めました。松本義弘タイヤオドラさん赤。絶好調の岡田を箱下に沈めての2004戦。最後はアベマズ松本の上がりでゲームセットということになりました。いや序盤はなかなか大きな上がりの出ない試合展開でしたけれども、トンバの後半から一気に吹き荒れましたね。本日の第1試合を制したのは渋谷アベマズとなりました。さあここからアベマズ急上昇なるか。松本積極的な選択で最後は上がりをもぎ取りました2004戦。